かつての主君である今川氏と決別した松平元康は、吉本由来の名である、元康を、家康と改め、西三河における支配の強化を進めていきました。しかし、その中で人生における三つの大きな危機のうちの一つに遭遇してしまいます。いわゆる、三河一向一揆です。一向一揆とは、一向州による一揆のことです。この時の一揆は、 家康が自らの勢力を強化しようとした結果、一向衆の既得権益を犯してしまったせいで起きました。それが重大な危機になってしまったのは、松平家臣団のうち少なくない数が家康を裏切り、一向衆側についてしまったからです。家臣団は二つに分かれ、友人同士や親族同士が争う凄惨な戦いが始まったのでした。そんな中、 一向一気側についた夏目義信という武将が城に立てこもったものの追い詰められ、ついには蔵にこもってしまいます。これを知った家康はせめて側に、夏目が私を裏切ったことは憎いけれど、籠の中の鳥のようにしてしまったなら、もう殺したのと同じ。助けてやってくれないか、と使者を送りました。おかげで夏目は生き延び、後に家康の家臣に復帰します。さらに後、 三方ヶ原の戦いで家康が危機に陥った際、夏目は身代わりとなって家康を救い、自らは討ち死にします。夏目は恩を命で返したと言えます。